宮城県仙台市にやってまいりました、道の駅予選会ザックバランです。よろしくお願いします。今から踊らせていただきます解消費という作品は、みんなで盛り上がり楽しむことの素晴らしさを皆様にお伝えしたいという思いが込められた作品となっております。ここにいる踊り子を全力で全開の笑顔で踊らせていただきます。皆様と盛り上がって楽しんでいけたらいいと思いますので、ぜひともご声援のよろしくお願いします。よろしくお願いします。風に乗せ、笑顔の綿が舞い上がる、構え、果てなく響く我らの鼓動、深きに目指す長くに伸びる、いつしか願い叶え。改めまして、会場にお越しの皆さん、こんにちは。私たちザックバランは本日これが3回目の演舞となります。1回目と2回目の演舞では秋田の皆さんの笑顔にすごく元気をもらいました。私たちも皆さんに負けない笑顔で最高の花を咲かせたいと思います。よろしく。
なあ